ずなんですけど、突き当たり右かな。あ、そうですね、ここです。なんですけど、まずはやっぱり今のあれだ、乗船手続き先に行っておかなきゃいけないんだね。この人も乗船手続きしたのかな。うわ、大きいね。今着いたんでね、フェリーターミナルからこの車検証を持って乗船手続きにちょっと行ってきます。と歩いて、こちらが、そうですね、やっぱりね、手続き駐車場に止めて乗船手続き終わった後、さっき入っちゃった乗船の駐車場に行かなきゃいけないと。フェリーターミナル周辺案内、お知らせもあります。ここはバスでしか来れないんだよね。大洗の駅からタクシーで5分、徒歩20分、ちょっと歩けないな。ここから入れるのか。で、あったあった。こちらの乗船手続きのご案内。運転運行阻害行為、暴言や威嚇、性的嫌がらせ、船内での、これ別に船内だけじゃなくてどこでやっても怒られるよ。検温については始まってないの、これ。2階に、あ、こっちか。はいはい。はいはい。一般のお客様でいいと思うんですけど、車検証持ってます。なんか、あれ？夕方便。なんと。3時半でした。ちなみにまだ2時半。ちょっと張り切って早く来すぎましたね。コロナウイルス対策のため使用停止中。自動発見機があるんだけど使用停止中ですね。ということは、あの窓口で全部やるんですね。ちょっとじゃあ2階の乗船手続き前に検温するんですが、ちょっと2階の待合室ちょっと見ましょう。これはでも乗船手続きも始まってないってことは、待合室とかショップとかレストランもまだやってない。こちらがショップレストラン、これ山でやってます。本日の営業は終了いたしました。え、そんなことないよね。これまだやってないだけですね。で、歩いて乗る人はこれをまっすぐ行くんですね。苫小牧行き。ちょっとこれ見せてもらおう。先に歩いて行ってみよう。あ、見えるよ見えるよ。こっから船が。サンフラワーフラノ。でもさっきあそこの駐車場にいた人はまだ乗船手続きしてないのにあっちにも入っちゃってるんだね。なんかポールポジションとか取りたいわけ。120メートル、結構この車止まってるの。これは職員の人たちかな。3時半からじゃあということなのでね。なるほど、ここがもう最後の最後の待合室で、船に乗る前に自動販売機で何か飲み物を買うこともできるようです。割り込み禁止。
なるほど。これはでも、まあ、まだ今日はちょっと行けないですね。ここから先、最後ずっと歩いて、あの乗船する方はこの先を行くと船になるよ。ちょっとそこまで行ってみます。ああ、大きい船見えますよ。うん、あります。あの先にシャッター閉まってます。今船のね、乗船口のところまで行ってきたんですが、これやっぱり出口って書いてあって帰っていくんですけど、ターミナルに向かって到着したお客さんもこちらを通って降りてくるってことですね。で、一度この駐車場のあたりを全部上を通って陸橋になってますから、船あっちですけど、これをずっと通って歩いて帰ってきて、フェリーターミナルの1階から外に出ると、そういう構造ですね。まあまあその方が安全なのか、船からすぐ岸壁からすぐ横に降りるっていう人はあんまりないか。でバス乗り場とかがあると。西乗船口、あ、こちらにも乗船口があるんですけど、これ待合室です。もう結構お客さんいらっしゃるんだけど、まだちょっとみんな早く来ちゃったってことかな。これで出れば、あ、なるほどね。あそこにもね、こっち側にも船が着くんですね。ちょっと写真を撮らせてもらおう。あ、なんかトラックがまだ降りてきてるな。これはどういうこと？あ、着いた船で到着してまだ全部トラックが降りてないんですね、これ。なるほどなるほど。やっぱ時間かかりますよね。何台積んでるのか知らないけど、どこまで行っていいんだろう。これは多分フェンス沿いに行っても怒られないよね。船の中までは入らないけど、関係者以外、立ち入り禁止。まあ当たり前です、そんなのは。これが船が降りてくるところ、トラックが降りてくるところ。なるほど。うわ、大きいわこれは。このサンフラワー富良野に今夜これから乗ります。大型のトラックっていうか、もうそのコンテナとかもいっぱいあるんで、あれなんて今コンテナくっつけてるけど、もしかしてコンテナだけ送るっていうのもありなのかな。これもしかして前の全然トラックっていうか、なんていうんですか、運転台とか運転席がついてないコンテナだけっていうのがありますね。大きい。いや、これ楽しみだな、こんな船乗るの。久しぶりですよ、船旅。はい、こんにちは皆さん。2021年9月11日です。今茨城県の大洗港にいます。大洗港から北海道の苫小牧を結ぶ航路に就航していますフェリーサンフラワー富良野という船です。今夜これから19時45分、午後7時45分にここを出発して、明日の13時30分、午後1時半ですねに北海道の苫小牧に到着するという予定で、この船に乗って北海道に行きます。まあ会社を辞めてちょっと時間があるので、会社にいる、まあ会社勤めしてる間にですね、日本国内はもちろんなんですけど、世界のまあいろんな国のいろんな町を旅しました。旅しましたというか、仕事でですね、訪れた町がいっぱいあります。ちょっと時間があるわけで退職して、そうしたまあ今まで自分が訪れた町をもう一回一回りね、仕事抜きで今度はプライベートで回ってみようということです。で、まあ残念ながら現在のこのコロナ禍の状況下ですと、海外っていうのはね、なかなかすぐにちょっと行ける感じではないので、今回ちょっと北海道に何日行くかは分からないんですけど、まだ決めてないんですが、とりあえず今夜ですね、なんか正式には新サンフラワー富良野というらしいんですけど、
これ、まあ、新造船なんですね。ここ茨城県の大洗港から北海道の苫小牧を目指します。苫小牧についてからの予定はちょっとまだね決めていない部分がかなりあって、実際に何日間いて何日ぐらいにまたこちら戻ってくるかっていうのも決めてはいないんですが、できるだけ動画をですね毎日1本まあオンタイムというかリアルタイムで出せればいいかなと、まあ出したいなというふうに考えていますので、もしご興味のおありの方はですねチャンネル登録していただいて通知ボタンをオンにしておいていただければ、公開されたタイミングで通知がいくと思いますので、よろしくお願いします。地元の方で、お詳しい方、ここに泊まるんならこんなホテルがいいよとか、このお店この町ならこのお店でこれ食べたら美味しいよとか、そういう情報がねあったらコメント欄の方にそういう情報をいただけると嬉しいです。あ、やっぱりそうなんだね。これ全部その運転席とかくっついてなくて、後ろのいわゆるなんていうんですかトレーラーというか荷台の部分だけがいっぱい並んでます。この荷台の部分だけをフェリーに入れて運ぶという作業が、そういう送り方っていうのがあるんですね。これ今ちょうどね船の前で話をしている時にも何台かもう積み込まれていってて、そこで先ほどはそこのちょうどその連結させるようなシーンもありましたので、きっとそういうことなんですね。いや本当大きいね。あ、また1台北海道ホーツクトラックが入ってきました。ちょっとね本当にどれぐらい大きいか、せっかくなんで歩いてみます。今これ船首部分で、DJI ポケット2の、ワイドコンバーターをつけて撮影してるんですけど、これワイドコンバーターつけたらフルサイズで換算でいくつでしたっけ、20ミリくらいになるんでしたっけ。ちなみに今一緒に持ってるソニーの α7R4 の24ミリではもう全然入らないですね船。今中で積み込み作業がされてます、うん、音聞こえるかな、風強いんであれかな。あ、なんか清掃、あ、なるほどね、ゴミ、中のゴミ、ああいう今清掃車出てきた、そういうので処理されるんですね、中まで行ってね。大洗町の大洗町ですか。で今サンフラワーのこれでまだ半分ぐらいかな、まあ、半分も来てないね。結構ありますよこれ、全長何百メートルだろう、ちょっと後で調べてみよう。これで中間ぐらいなのかな。今この上にあるのがタラップっていうか、飛行機で言えばタラップって言うんでしょう、搭乗口、搭乗ゲートですよね。待合室からずっと続いている。さて、でもう今3分の2ぐらいでしょうか。いやー広い、長い、まあ当然だけど何百人乗れんだよみたいな。結構今ちょっと本当に船の、うわ後ろの方に来るところはエンジン部分、エンジンって言うんでしたっけ船は。あと上の換気扇ですかね、あれ換気音、もしかしたら下のエンジンルームからエンジン室から外にね空気を逃がすためのものが回ってるのかもしれないです。で今ちょうど一番船尾の部分、最後一番後ろの船尾の部分まで歩いてきました。いや遠いよこれ、あれこれは、あ後ろからもこれは積み込んでるんだ、なるほどね。あ、前は空いてたから前からかと思ったら後ろからも積めるんですね。はい、船船尾から見たらこんな感じです。ちょっとね残念ながら岸壁の柱っていうんですか、ちょうど今
船のね船体にくっついちゃってる、なんていうんですかねこれ、あの多分岸壁に直に当たらないようにするためのクッションがあるんだと思うんですけど、そちらでねちょっとちょうど太陽のマークが半分ぐらい隠れちゃってる。うん、まあ、どっちにしても見えないんだねこれ。ちょうどあのお客さんが乗ってくるタラップがちょうど横付けされて、あの太陽のところが開くんだ、あそこが乗り口になるんですね。見えますかね、あそこのちょうど。よし、じゃあいい時間になったな、そろそろ乗船手続きも始まるのでちょっと手続き行ってきます。自転車で行くのかな、この人。検温所は多分後でいいんですよね。あ、検温所が先ですか。検温所が先か。ちょっと待って、手指の。で、一人です。はい。36.5。お待ち続きまして、15時30分から開始です。あ、まだやってないんですね。はい。はい、まだやってない。あれ、欲しいな。さっきの人たちは何だ。あ、これはな。並びます？検温あったけど。どうしようかな。うすけ、今、検温を済ましたら、これをいただきました。はい、お願いします。はい。スイートご利用のお客様にあのお車を船内お止めいただくときにあのエレベーター近くでお止めいただけるあのご案内させていただいているんですが、はい、そのように手配させていただきます。あ、お願いします。はい、あとチケットもご準備させていただきます。はい、少々お待ちください。スイート泊まると至れり尽くせりなんだ。スイートはこれ朝食夕食がついてるんですよね。はいはい、3食ついてる。3食、はい、先にこちら船内での撮影時間の、はいはい、あとこの後お渡しするこちらチケットのご案内でございます、はい、続きまして乗船方法のご案内でございます、はいはい、現在地こちらのビルになりますが、はい、今お車はどっち、あ、今正面の駐車場、ここですかね、はい、ありがとうございます。では最初にこちらから入ってきていただきましたので、はいはい、この道路に右折で出ていただいて、はい、左手船の目の前に長いレーンがございまして、はいはい、エレベーター近くにお止めいただくお客様は一番左の10番のレーンに詰めて駐車をお願いいたします。わかりました、はい、エレベーター近くの、スペースが少し限られているスペースになるので、はい、遅れてしまうとちょっとご案内できなくなる可能性がありますので、わかりました。乗船開始6時前後予定しておりますので、6時ね、はいはい、その時間にはこちらでお待ちください。車はもう今もうすぐ回しちゃっていいですかね。はい、わかりました。また乗船開始になりましたら放送でご案内させていただくので、はい、お戻りいただければ。はい、わかりました。こちらはその目印となるのでこちらを出すことに。あ、はい、わかりました、はい、乗船手続き終わったのでフェリーターミナル前の駐車場、乗船手続き用の駐車場から今度乗船用の駐車場に車を回します。さっき言ったとこですね。今回はスイートということで車を止める、まあ、その船室なんていうんですかあれ、フロアから客室のフロアに上がるためのエレベーターがあるそうで、そのエレベーターの近くに優先的にスイートに宿泊しているお客さんは止めさせていただけるということで、その結構ね、あちらが船なんですけど皆さん向こうのに並んでるんですが、その一番が偉いのかなと思ったら実はこの10番というところのレーンに、があのエレベーター近くに優先的に止めさせてもらえる車の並ぶ場所だということで、今バイクがいっぱい並んでますけど、ここの今日まだ誰もいらっしゃらないですね、10番のレーンの一番前にとりあえず車を止めて、乗船時刻が、6時ぐらいということですので、まだ今3時40分しばらくターミナルに戻って乗船時間まで待ちたいと思います。はい、今乗船手続き終わって車を乗船用の駐車場に回してきました。で、自分だけ歩いてまたターミナルの方の待合室に戻ってきてます。
いろんな書類をねこうやって渡されます。先ほどちょっと映ってたと思うんですけど、これがね船の上から下まで、でこれは先ほどの、まあ、注意書きですね。こんな船内での禁止行為なんて、こんなことどこでやっても逮捕されちゃうよ。これがチケットです。他にはですね、これが3食ついてるんですね。食事券3食分、はい、これで乗船証明書と利用明細書、結構いろいろね、薄っぺらい紙なんですけど、こんなので大丈夫なのかなと思っちゃうけど、まあ多分このチケットだけあれば多分大丈夫だと思います。でまだ1時間ぐらいあるのでね、ここまでの分ちょっと